国会は今日から岸田総理大臣の所信表明演説に対する各党の代表質問が始まりました。18歳以下への10万円相当の給付について岸田総理は5万円分はクーポン給付が原則だが自治体の実情に応じて現金給付も認める考えを示しました。わざわざ半分現金半分クーポンという配布になると経費は膨らみます。市町村の手間も非常にかかります。現金給付を選択できるようにするべきじゃないでしょうか。そして10万円一括給付、これも認めるべきではないでしょうか。まずはクーポン給付を原則として検討していただきたいと考えておりますが、地方自治体の実情に応じて現金での対応も可能とする運用といたします。どのような場合、その上で岸田総理はどのような場合に現金給付とすることができるか地方自治体の意見を伺いながら具体的な運用方法を検討していくと説明しました。また自民党の茂木幹事長が岸田総理が掲げる新しい資本主義について質問したのに対し、岸田総理は税制改正により民間企業に賃上げを促す考えを強調しました。民間企業の賃上げを支援するための環境整備に全力で取り組んでまいります。中でも賃上げ税制については抜本的に強化し、企業の税額控除率を大企業で最大 30%、 中小企業で最大 40%、 大胆に引き上げることといたしました。各党の代表質問は明日は衆参両院で行われます。